はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、新武器作りました！パチ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 。はい。ご用意いたしましたよ。こちらの、ノルデン・ラブリュスですね。意外となんか、聖騎士の武器作ってる人、パラディンの武器作ってる人多いような印象がありますね。うん。ノルデン・ラブリュスね、作るのちょっと大変だったね。っていうかさ、なんかこれ、共闘素材のこの聖騎士の素材とかなんだけどさ、なんか、全部同じじゃない気がしたんだけど、聖騎士の証だけ妙に出たんだけど、俺だけ遠隔されてるだろう。遠隔。これはサイ・ゲームスの陰謀ですわって思いながら、なんかあの最後になってしまった豪傑な証をせこせこと掘ってたわけですが、ちょっと今回はこちらの武器についての評価をしていきたいなというふうに思います。はい。もう触りましたね。うん。ノルデン・ラブリュスなんだけど、あ、ちなみにちょっと一番気になるかなって思ったのが、覚醒15にした段階で属性変えて大丈夫なの？みたいなやつ。これ、リセされるんじゃない？とかちょっと思った人いない？俺も思ってたんだけど、これ、あの、覚醒15でも、あの、属性変えれるね。うん。覚醒が1になったりはしないっていうのが、まあ、俺はすごい判明して嬉しかったな。うん。ただ、覚醒レベルを攻撃タイプから防御タイプに変えると、覚醒が1になっちゃうから、うん。まあ、もし、なんか、何の不都合も感じたくないっていうのであれば、攻撃タイプと防御タイプ1本ずつ作ることになりそうっていうような感じだね。うん。まあ、今回攻撃タイプで作ったけど、まあ、防御タイプも結構優秀だから、ちょっと悩ましい。防御タイプは HP が結構上がって防御力上がって、で、攻撃タイプは後陣がつくっていうような感じになってますね。うん。まあ、ノルデン・ラブリュスとか英雄武器採用する場合、特に、まあ、今回だとキングと、バイキングのやつは火力目的？なんかユーティリティ火力目的というかさ、なんかヒット数が増加する？例えば、文句のジョブ武器とかさ、ヒット数が増加したとかなんかダメージ上限を上げるような目的でジョブ武器採用しがちだから、まあ、ちょっと今回俺は攻撃タイプで作ったし、基本的に俺は攻撃タイプでいいと思うけど、覚醒タイプ。うん。まあ、パラディンとかはもちろん防御タイプの方が良かったりするし、まあ、このあたりはちょっと好みが入ってくるかもね。うん。俺は攻撃タイプで作りました。で、まあ、属性変えても大丈夫っていうような感じになってますね。うん。ノルデン・ラブリュスの武器スキルについては、まあ、まず奥義効果ちょっと進化したね。もともと表記だと風追加ダメしかなかったんだけど、発動ターン中味方全体に風追撃効果っていうのがついた。まあ、これで、より火力を稼げるっていうような感じになってる。ただね、まあ、個人的に一番気になった、この豪傑の裁腕ってやつ。味方全体でターゲット中の敵に40回以上の攻撃を与えたターンの終了時、バナホックが発動っていうのがあるんだけど、まあ、これちょっとね、強かったんだけど、40ヒットっていう条件が思ったより難しくて、なかなか悩ましかったね。うん。ちょっと実際にやってみましょうか。はい。え、でも強かったっす。はい。これで、バナホック使うじゃん。まあ、これで600万出るんだけど、まあ、これが、40ヒットっていう条件さえ満たせるのであれば、常時出てくれるんで、これね、マジ優秀ですよ。いきます。まあ、追加で600万プラス、デバフをお持ちで出て、お出になってくるみたいな感じになるから、うん。これめっちゃ強いっすね。これで、1ターンのダメージが、まあ、9000万ぐらい。今のでね。今ので9000万ぐらいなんだけど、ここ出るかなあ、ちなみにヨムスボルグの乱撃3ヒット効果は、あれですね。あ、バナホック出たね。ヨムスボルグの乱撃3ヒット効果は1ターンでした。はい。で、これで殴ると、まあ、こんな感じですね。まあ、毎ターンヒット数を稼ぐっていう意味では、ちょっと難しいかもしんないんだけど、まあ、ちょっとバフが切れると、追撃バフ系が切れるとちょっと厳しくはなるんだけど、まあ、あれだね。しっかりとその条件さえ満たすのであれば、毎ターン600万とか出てくれるから、かなり心強い追加ダメージになる。バイキングって、なんか、ダメージの総量がちょっと足りない、みたいなイメージがあったんだけど、うん。そこら辺を稼いでくれるから、まあ、個人的にこの豪傑の裁判っていうやつがすごい強い。ヒット数40ヒット以上の場合において、バナホックが出るっていうのがすごいいいなと思いました。ただ、今の出なかったことからわかるように、なんか40ヒットって、俺が思ったより厳しかったね。俺なんか40ヒットってどうせ適当こいててもなるでしょっていう風に思ってたんだけど、正直ね。うん。40ヒットって思ったよりむずかった。うん。
だから、このノルデン・ラブリュスの40ヒットは、まあ、例えばバレグリで毎ターンアビリティダメージを与えるだったりとか、フルオートでしっかり全アビリティを毎回ポチっていくみたいな、そういう条件がしっかりあって、なんか成り立つのかなとは思いましたね。今回週末がちょっとまだ変えてないから誘惑のチェインっていうこともあるんだけど、ヒット数がどうしても40ヒットってなると難かったかな。まあ、ガレオンとか入れ始めると、まあ、エスタリオラとかガレオンとか、まあ、そのあたりを入れ始めるとちょっと厳しくなるなっていう風には正直思ったね。まあ、何かしらのヒット数のカバーはしないと、なんか毎ターン出る、何も気にせずとも毎ターン出るから安心だぜみたいな感じではなかったかな。で、まあ、あと1アビ使用時に再攻撃効果っていうのがつきます。これ便利だね。主人公の奥義効果が風追加ダメで、で、ターン中味方に風追加効果っていうのがあるんだけど、まあ、ここら辺組み合わせてあげれば、最初に奥義打って味方全体追撃つくんだけど、その追撃を、主人公も恩恵を受けられる。みたいな感じになるから。まあ、多神人と相性がいいですね。この奥義効果は。あ、ちなみに奥義効果の追加ダメージなんだけど、まあ、普通の奥義ダメより一回り低いかなっていうぐらいだったね。これで、こうしよっか。これで、デバフ打って、いきます。まあ、だいたいここ4、500万ぐらいで、290万。低くはないけど、バリクソ高えって感じはないかもしれないね。まあ、他の、なんか、最近のさ、奥義ダメージで追加、奥義効果で追加ダメージみたいなやつって、奥義ダメージと等倍ぐらいのすげえなんか追加ダメージ発生するやつが多すぎたんで、まあ、逆に俺の目がなんか超えすぎてるだけかもしんないけど、まあ、ちょっと奥義ダメージより一回り下ぐらいの追加ダメージが発生してるね。昔はもっとヒット数欲しいよな、みたいに言ってたんだけど、最近のボスはね、なんか200万ダメージ以上何回とか、まあそういうこともやってくる敵が増えてきたから、まあこのなんか単発大ダメージ風追加ダメも意外と悪くはないなと最近思い始めております。はい。で、まあヴィンランドはそのあたりで、まあ奥義効果が強化されたことによって、まあヴィンランドを使う上では結構便利になってるっていうような感じにはなってるね。まあでも、まあ、ヴィンランド使うかな？まあまあまあ、使わないわけじゃないと思う。CT10 で、効果4ターンの、なんか、奥義バーストポンポンポンっていう風に考えると、悪くないんだけど、奥義バーストじゃないんだよな。ヴィンランドって。そうだ。奥義ゲージ 100% アップ。だから、虚偽と詐術？週末の。虚偽と詐術とか採用すると、この奥義ゲージ上昇量ダウンの効果を受けちゃって、奥義ゲージが下がっちゃう、なんか増えないんだよね。そこがちょっと、まあ、やっぱ難しいんですよ、このアビリティは。なので、ちょっとなかなか難しいんですが、まあ、他のキャラクターの、まあ、なんか奥義ゲージを消費するよ、みたいな、ハロリッチョ2番手とかとは結構噛み合わせは悪くないのかなっていう風に思ったり。でもこれだとヒット数稼げねえんだよな。ちょっとそこむずいよな。正直、ヴィンランドは難しい。俺にはまだ使いこなせないなって感じはした。ただまあ、ヨムスボルグは結構嬉しい。ヨムスボルグの乱撃3ヒットは、まあフルオートで言うと1ターン目に火力を出せます。みたいな感じになるから、ガレオンと相性がいいね。ガレオンの攻撃、1アビの攻撃大幅アップをつけて、で、そこから、なんか、乱撃つけて、火力を持って、1ターン目ぶん殴り、みたいな動き方できるのは、すごい強かったから、まあ、ヨムスボルグの性能アップ嬉しいなって思ったのと、あと、やっぱり、バナホック強かったね。毎ターン600万とか、まあ、結構悪くないダメージを追加で出るようになったから、まあ、ちょっとこれは、バイキングをメインジョブとして採用するっていう可能性は、全然増えたのかなっていうふうに思います。まあ、バナホックの性能は、まあ、二刀流なんだけど、バイキングって。まあ、斧と剣であると最大の性能を発揮してて、特に、まあ、剣は装備したいね、バナホック。まあ、斧はメイン武器だから、まあ、持続性防御ダウンはデフォでつくんだけど、剣装備するとダメージ回数がアップして火力めっちゃ上がるから、まあ、バナホックの効果を得たい。まあ、今回のジョブ武器使っていくっていうんだったら、まあ、この剣枠はちょっと意識した方がいいかな。まあ、シエテ剣でもいいし、まあ、何でもいいと思うけど、まあ、極性剣もあるから、そんなに風属性は条件満たすの難しくないと思うけど、まあ、バナホックを追加で発生させるっていうのを満たすんだったら、二刀流剣、剣斧っていう風にできると、
まあいいのかなと思いますね。まあということで今回の新武器のノルデンラブリス作ってみた感想でした。まあちょっと追加ダメージどんぐらいなんだろうって思ってたけど、思ったより悪くなかったし、なんかヨムスボルグの性能アップとかも噛み合い悪くなかったし、やっぱりバナホック強かったし、まあ個人的にはまあ使うかはわかんない。結構大変だったな今回の。なんか、古戦場前に作るのは正直ちょっと大変だったかもしれない。俺だけ、いやー俺だけじゃないと信じたいけど、ちょっと大変だったんで、で作る価値あるかって言われると、まあ、なくても、なんかもっといいのが出てくるんだろうなっていう感じはある。正直。うん。ただ、無課金で作れるっていうのがすごいメリットだし、まあ、もしかすると理想入りする可能性はあるから、まあ、持っといて損はないのかなとは思った。少なくともノルデンラブリスは。あと一本やっぱ古戦場で作るかもな、使うかもなっていう風に思うのは、このキングのダイアデムムーリネってやつ。これがちょっと使いそうなので、まあ、一応押さえておこうかなとは思ってるんだけど、うん。まあ、ちょっと、結構マルチ、指痛くなっちゃったから、大変だったんで、まあ、なんか、頑張らなくてもいいかなとは思いつつ、でもね、思ったより強かった。なんか無課金だからこんなんでいいでしょ、みたいなしょうもない性能じゃなかったから、俺は安心した。基礎捨ても高いしね、3954ってかなり高いから、まあ、基礎捨ての高さとかも、グッドです。そんな感じでした。ノルデンラブリス評価。参考になれば幸いです。ほら、またお会いしましょう。じゃね、バイバイ。